ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。ついに決まりました。アメリカにも渡ったね。そうですね、侍ジャパンの皆さんも試合、イタリア戦が終わってすぐにね、そうだな、そのままもう夜中にね、飛んでね、チャーター機で行かれたみたいですが、はい、対戦相手も決まりまして、決まりました。はい、ね、ということで、ということで優勝計画、侍ジャパン優勝計画、はい、世界一奪還への道しるべということで、はい、また、まあ、前日ミーティングをね、はい、まあ、したいと思いますが、はい、じゃあ、ね、戦っていく上で、まあ、メキシコね、うん、まあ、非常にいい勝ち上がりをしたよね。うん、はい、ということで対戦相手は、はい、メキシコ決まりましたね。はい、はい、いい勝ち方したんだよ。そうですね、まあ、初回に4点取られてね、じわじわ追いついてひっくり返して勝ったというね、うん、だからなんかこう気持ちもなんかすごく高揚するような、うん、そんな感じの戦い方をねしてるし、うん、まあ、予選からこう通して一試合一試合なんかチーム力が上がっていくような、うん、まあ、そんな感じのチームだよね。甲子園でもよくあるじゃない、うん、はい、なんか一試合一試合こう強くなっていくっていうような、いや、あります、その大会に出て、うん、もう始まる前と終わったとか同じチームとは思えないみたいな。だからメジャーの選手とかねたくさんもいるんだけども、うん、はい、なんかそういうことを感じさせてくれるよね、うん、だからなんかちょっと嫌だなと思って、ね、接戦をねまたものにしてるっていうのもちょっと日本とは違った勝ち方ですか ね、まあ、すかね、はい、はいはい、ね、ということで、で番狂わせっていうかそういうことしてきてるから、うん、そうですね、まあ、アメリカに勝ったり、うん、プエルトリコ、うん、は準優勝とかね、うん、してるチームだし、はい、前回大会とかね、はい、だから非常にこう乗ってきてるなっていうような感じがするよね。そうですね、はい、まあその中で、はい、先発予定というか、うん、もう明言はしてるんだけど、うん、まあ一応予定というふうに、まあ、そうですね、当日まで嘘ついてるかもわからないから当日まで何があるかわかんない、まあ、そこまで国際試合っていうのは信じちゃいけないというかね、もしくは嘘じゃなかったけどこう変えましたっていうこともね、まあ、まあなくはないですからね、はい、サンドバル、はい、ね、まあ、下にエンジェルスって書いてありますけども、うん、大谷翔平とチームメイトという ね、うん、そうですね、はい、まあ、左投げという、はい、で左投げ快速と快速球とチェンジアップに定評がある、はい、だからまあ結局こう奥行きを使うっていうことだよね。はい、はい、ただし制球に難がある。なるほど、あんまりコントロールは良くない、うん、ということから言うと、うん、日本のバッターたちの選球眼がいいから、うん、まあ攻略するんじゃないかなっていうような気はしてるけどね、うん、ただ村上だけは振っていけっていうような、なるほど、うん、待ってたらダメだよっていうようなね、フォアボールなんか取らなくて打ちに行くんだぞって思うけどもね、うんうん、ただまあ身長もあるし、うん、はい、まあこう実際に見てみないとその日見てみないとやっぱ本当に制球何なのか、うん、ね、それも分からないし、はい、だからそういう意味ではやっぱこうここまで勝ち上がってくるチームの準決勝で先発するピッチャーっていうのはそんな簡単ではないということだよね。そうですよね、はい、ただこれ大谷選手とチームメイトっていうことは特徴とかどんな選手っていうのは、うん、大谷選手はある程度知ってるけどさ、知ってて、うん、日本の選手のそういった情報も、ああそれはもちろんミーティングで言うよね、あげられつつそこで、うん、あえてサンドバル投手が先発っていうのはやっぱりそれだけ力のあるというか、うん、まあ、力もあるし、はい、やっぱり左打線、あーなるほど、ね、日本が組んでくる左打線っていうのをう、ね、うん、やっぱり要注意として左を持ってきてるのかなっていうような感じがするよね。もう多分日本のこの上位は固定なんだろうなっていうところを踏んでということですかね。まあ打順もおそらく準々決勝と変わらず来ると思うしね、うん、日本の方ですか、日本の、うんうん、で勝ってる時に変えるっていうことはあまりしないと思うし、うん、まあ、左が来ても右が来ても変えないと思うよね、うん、なるほど。だからそういった意味ではサンドバル、はい、ね、持ってきたというのは上等なところかなっていうふうに思いますね、うん、はい、ということで、はい、要注意人物メキシコの、はい、などあとまあね、うん、ミーティングでいろいろとお話ししていきたいと思いますが、はい、こうなってます、はい、じゃあこれちょっと今、ね、メキシコの選手で要注意人物、はい、一応6名挙げています、はい、これ打者というかピッチャー以外ということですね。まあそうだね、はい、はい、アロサレーナ、はい、これちょっとね
いろいろ名前の表記っていうのがちょっとねばらつきがあるんだよね。そうですね、メディアによって違ってるので、うん、まあ他違う情報があるかもしれないんですけど、はい、これはアロサレーナということで、まあ予選から通算でね、うん、8安打7得点で9打点を挙げてるんだよね、はい、これ1番バッター打ってるんだけどさ、はい、やっぱりいかに下位から上位に回った時に得点を取ってるかということ、一番バッターで打点が9ついてるということは、いやこれはやっぱもう下位から来てるということだし、 それに応えてるということだよね、はい、レイズ所属と所属というね、はい、あのまあメジャーリーガーなんだけども、うん、やっぱもう要注意人物だよね。はい、はい、で次にメネセス、うん、はい、まあ、あの予選の時に日本のホームランを打ってるんだけども、はい、準々決勝の時にあちょっと低調になってきたのかなっていう、うん、あまり状態は良くなく見えたんだよね、はい、でも元オリックス、はい、ね、今は日本の情報はよくたくさん持ってる、ね、ということで、うん、まあ、ちょっと要注意人物かなというね。やっぱ日本のチームでプレーしてるというのは大きいですよね。まあまあそうだね、うん、だからそういう意味では、まあ、そこまで日本の野球に精通してたかというとそんなには出てないんだよね日本ではね、はいはいはい、次にテレスね、はい、加工銀も長打怖い一発あるよとは、はい、ね、ブリューバーズブリュワーズに所属をしてるということでね、はい、やっぱここ一発怖いなっていうような、だからちょっと低調にはなってきてるんだけども、うん、注意してよっていうようなことで、そうですね、はい、これ全員メジャーリーガーですね、はい、あの元オリックスのメネセス選手もナショナルズということでね、はい、そうね、はい、次がパレです、はい、はい、上り調子、うん、準々決勝で3打点、はい、1ホームラン、はい、打ってます、はい、ね、ということでこうやっぱこういう短期決戦に強い人、うん、ね、でそれもこう徐々に調子を上げていく人、はい、まあ、それがこれかなっていうふうに思ってるんですよね。今上り調子でね、はい、上り調子でね、はい、レイズに所属という、ね、これは準々決勝3打点っていうのもちょっとねそれを裏付けるような感じですよね、まあ、ちょっと嫌だよね、はい、これはもう自然的に乗ってくるし、うん、もうメキシカンだからもうめっちゃよみたいなテキーラクイって飲んでね、そうです、あの試合展開もねすごいこう乗ってしまうような展開で勝ちましたよね。本当にいいんだよね、うん、はい、次に、はい、ウリアス、はい、予選低調も上り調子ということで、はい、で上り調子の打順で続くんだよ2人が、だからやっぱりちょっとね気をつけた方がいいよっていうこと、うん、ブリュワーズ、ブリュワーズ、ね、はい、もう結構かぶってるんだけど ね、 そうですね、で最後に、うん、バーンズ、うん、ね、やっぱね草物がよこれですね、9番打者っていうところに線を引いてますけど、そうそう、いやだからここにつながるんだよ、そうですよね、あだから下位から上位につながった時にはやっぱ日本の野球もそうだけども、うん、やっぱ得点になるよということ、うん、まあ強いドジャースのね、まあ、キャッチャーということでね、うん、まあ、非常にこう見ても、うん、まあ少しこの2人メネセスとテレスが少しちょっと下降気味ではあるけども、うん、他のこの2人がパレですとウリアス、はい、この2人がこう上がってきてるという、うん、で1番バッターを出さないというね、うん、だからまあそういうふうなこの、2、4、6人、はい、もう本当に要注意してください、ね、まあ、6人だったら全部じゃないかみたいな感じもするだろうけどもまあでもそれぐらいこういろいろなね、うん、優秀な選手が多いということですよね。そうだね、それとね一発は秘めてんだけどみんな、うん、そんなにね一発を打ちに行こうとはしないんだよね、うん、まあ、結構広角に打ってくるバッターたちが多いから、うん、結構打線がつながるんだよ、うん、だからそういう意味ではその日本の野球とよく似てるかなっていうような、なるほど、そんな感じがするんだよね。うん、まあ、それと、うん、極端に守備位置を変えるんだよ。ああ、それが結構特徴的なところで、うん、それでなんていうの、その網に引っかかるというかさ、うん、結構こうデータを重視してるというところ、うん、まあそれを気にして打ちに行ってもしょうがないんだけど、まあ大谷がねセーフティーバントやったようにシフト引かれてて、うん、そういったこともアイデアとしては使えるかもわからんね、日本はね、うん、これは打者によってとかその場面によって変えてくるってことですか。いや変えてくる変えてくる、うん、いろいろ変えてくる、そうですね、はい、はい、ということで日本の注意事項という、はい、ね、侍ジャパンの今度は要注意事項、はい、要注意事項
はい、っていうことは、ね、これね、うん、日本もう分かってると思うんだけど、うん、まあその移動と時差ボケだよね。やっぱあれだけ移動していって疲れも溜まってる、その中で飛行機に乗って、ね、パーティーしたかどうかわからないけども、パーティーしなかったみたいですね。しなかったのか。で、まあ、着いたらもう当然時差ボケになるわね、うん、だからそういう時差ボケを取るためにダルビッシュが散歩を連れてったりだとか本当に頼りになる兄貴だよね、うんうん、ただし本当にこういうことをクリアにしとかないとやっぱだるさが残ったり疲れが溜まったりだとかさするからね、気をつけてほしい。まあこれはもう当然ね、気をつけなきゃいけないことだし ね。でもそこって結構大きいですよね。いやこれねバカにできないんだよ。もともとアメリカで準決勝まで戦ってるチームっていうのはこれがないわけですよね。そうなんだよ。でもこれってすごい体のコンディションにすごい影響してくるから、影響は絶対するね、うん、だからもう本当にこう早く解消してほしいという、はい、ね、次に初めての球場、うん、まあ、初めての球場、まあプロだからさ、まあ例えば1球ノックを受けた、あこれちょっと芝が長いな、芝の根がきついなとか、うん、いろんなことは感じ取ると思うんだけどもさ、うん、やっぱこうナイターだったりだとか、うん、フェンスだったりだとか風だったりだとか、うん、まあはたまた太陽であったりだとか、いろんな条件、ナイターになったらちょっと腰痛があるのかなとか、うん、まあ、いろんなことがね球場の中には隠されてるよ、うん、だから早く、いち早くこの球場の特性というものをまあ、掴んでほしいなっていうふうに思うよね。同じ日本の中での球場でも違いがあるのに、うん、国が変わってまたメジャーリーグの球場というか、うん、アメリカの球場でっていうとやっぱそこも注意しなきゃいけないポイントになるってことですよね。本当に守備は大変になってくるよ、うん、天井がないし、うんうん、天井がないだけでやっぱ風の影響を受けたりだとかするしね、うん、で天然芝だし、はい、で慣れてない球場下硬いこう思ったな今日見てたら、うん、いやだからそういうところにも慣れなきゃいけないしね、打球は速いし、うん、ただ打球は速いけども早球は芝に食われるとかさ、いろんな特性があるからさ、あの早く掴んでほしいなっていうね。はい、で気候でと湿度、お特に湿度ってことですか、ね、まあ気候はね、うん、昨日から22、3度、うん、結構こう少し汗ばむ程度の気温で湿度が 30% ぐらいだったんだよね、うん、はい、かなり低いですね。かなり低いんだよ、うん、ということはやっぱ乾燥してるということだから、うん、やっぱ乾燥するとあのボールがどうなるんだって、またより滑りやすくなるんじゃないかとか、もともと滑るって言われてる、うん、それに伴って野手とか大丈夫かみたいな、野手も含めてね、だから早くこういう気候にも慣れてほしいなっていうふうに思います。はい、ね、それと最後、うん、慣れない異国のストレス、うん、もうこれはねもう英語表記で何書いてるかわからないっていう人も多分いるし、ね、まあアプリでね写メ撮って訳せばできるような翻訳のソフトがあると思うけどもそれとかでも一つ買い物にするにしてもね、やっぱこうストレス感じるかもわからないしね、うんうんうん、だからそこら辺はなんかこうストレスを解消法というか、うん、そういうのを見つけてほしいなと思うし、井坂さん、ね、アテネとか行った時も結構ありましたか、こういう外国ならではのっていう、まあ 俺らはねホテル一棟貸し切りなんだよ。はい、うん、それで、うん、まあ外出禁止でもあったし、うんうん、まあ外出許可取って出る時はみんなで出てたしね、うん、でまあ1人より2人、2人より3人の方が心強いじゃない。まあそうです、ね、でそれには通訳もついてきたしね、うん、だからそこら辺のストレスはなかったけど、うん、でもやっぱこう手足が伸びてっていうことではないよね、うんうん、やっぱりちょっとこじんまりしてるみたいな、まあ、そういうところもあった、ね、まあでもそれはありますよね。そうだね、はい、はい、ということで、うん、日本の先発ピッチャー、はいはい、ということで侍ジャパン先発、はい、一応これも予定ということですが、はい、ほぼもうこちら決定ですよね。はい、佐々木朗希、はい、佐々木朗希投手、はい、今日見てました、うん、やっぱ速いボールには強い、あのメキシコ戦を見てたって、そうそう、もちろん、はい、もちろんで速いボールには強いしついてくる、うん、で横の変化もある程度ついてくるし、やっぱさすがにメジャーリーガーを揃えてるだけにあんまりこう横の変化に対して追っかけてこないんだよね、うん、やっぱ我慢できるんだよ、それがボールになると苦しくなる、うん、で佐々木朗希のまっすぐが通用するかしないかっていうのは投げてみなきゃわからないけども、はい、やっぱまっすぐが強いっていう風に考えておいた方がいいよね。あ、なるほど、うん、それとやっぱ外のボールっていうのは速いボール、いくら速いボールでも手が伸びるところっていうのは強いんだよ、うん、で横の変化っていうのは見逃すし、うん、ついてくるという、はい、だから一番いいのは縦の変化、だから佐々木朗希があんまり投げない、うん、カーブも有効的だし、うん、
縦のスライダーっていうのも有効的、あとはスプリットだよね、そういうものが有効になってくる。だからあんまり横の変化とかまっすぐにこだわるようなことはしなくていい、だからこう変化球、おそらくねこういうカーブを投げてる人っていうのはなかなかいないんだよ、予選の時から、だからそういう球は有効になるだろうなっていうふうに思うね。そうするとそういうのがあるからこそまっすぐも生きるとかるもちろんいうようなことですかね。そうだね、はい、頑張れって一緒行くぞって言ってるからお願いしますあのね、ただねおそらく接戦が予想されるんだ、はい、でその中に、まあ、あのシュートだとか走るチャンスとかね、今までなかったと思うけども、これはね極端に守備位置取る、まあ、例えば左バッターのプロヒッターが立った時に、右にものすごい振るんだよ、ランナーがサードにいても、でサードってリードし放題なんだよね、シュートの足だったら本当できるから。すごい、それも見たいです、ね、見たいでしょ。いやそのぐらい極端にするんだよ。もちろん見る機会がまずないまずないでしょ、でもね隙を絶対作るし、あとねクイックを全体的に見てると、日本のプレイヤーだったら走れる、だからおそらく接戦になると思うしね、その日本で戦ってた準々決勝までの戦いとは全く違ってくるとは思うけども、足が使えるからどんどんそこら辺はね隙を見て足を使ってください。ね、もう接戦って聞いただけでドキドキしますけど、まあまあそうだね本当にもう言い忘れたことはないかな。なんかね、ありますか。まあでもそういうことに注意したりだとか、そういうことをこうなんていうの、洞察観察してると、やっぱ勝機は絶対転がってくるし、俺は負ける相手ではないと思ってるから、大丈夫ね、侍ジャパンの皆さんが平常心でいつも通りでやれば、絶対いけますか。絶対大丈夫、まあ決勝まではいきます。絶対大丈夫、どっかで聞いたワードですが、まあもうそうだね、はい、必ず大丈夫、はい、ね、まあ、頑張ってください。はい、期待しています、ね、まあ、体調はね壊さないようにね、それですね、頑張ってくださいね、体調、怪我とね、そうだね、はい、はい。